こんにちは、億万長者合宿シリーズをご覧の皆様。今回吉谷さんボリュームでかかったですよ。良かったですよそれからやっぱりね、成功するために何するかっていうのをしつこいっていうのはいいですよね。やっぱほとんどの人がね、諦めやすいっていうかね、折れやすいっていうかね、離脱しやすいんですよね。なんかまだやるっていう程度にもやってないんですけども、退場していくということなんですよね。やっぱしつこくやらないとね、何事も生まれないのかなと思います。いうにですね、売上のランキングってのがよく取り立たされますけども、行動量のランキングってものと、ほぼイコールなんじゃないかなと私は思うんですよ。自分でこういうふうに情報発信していて思うんですけども、情報発信の量が少ない人ってのは、やっぱり質もそんなに高くないんですよね。当然ですよね。あんまりやってないから洗練されていかないわけですよ。だからまずは行動量がいるのかなと思いますし、行動量がいるんだろうなっていうふうに理解できること、そしてそれが実行できることが一番最初の知恵であり質だと思うんですよ。だからここをね、通り抜けずして動画の質なりアウトプットの質が上がることはないのかなと思いますよね。でそれからですね、いわゆる情報商材を買うときに意識しなければならないのが、情報商材を売ってる人は売ることによって収益を上げたいっていうのは当然あるわけなんですよ、ね、でもそれだけではないってことですよね。売るために売ることで収益を上げるというのは販売者の都合だけども、購入者の都合としてはそれを踏み越えてでもですね、購入したもので元を取って、そして、利益を大きく上げていくっていう目論見のもとに変えるかどうかってことですよね。でその算段がないのに適当に買ってしまってコピーに引きずられて買ってしまうと、それはですね、買って満足、やらずに満足、そして不満が出るってことになりますんで、どんなものでもどう使うかなんですよね。また出てきますけども、そのマトリックスアフィリエイトっていうね、とんでもないね、詐欺商材を売る人がいて、それを私買ったわけなんですよ。自分のね、見識のなさというか、あまりにもこうバカバカしいことをやってしまったかなと今では思うんですけども、ただね、その詐欺商材を買ったからといって損をしたかって言ったら損はしてないんですよね。ちゃんと詐欺商材を買ってでも、そこから新しい信頼と顧客を得ることっていうのはできるわけなんですよ。だからそういうふうに自分の選択した結果をどのようにね、次の行動に使っていくのかってことも、きちんと自分の質とかセンスとして求められてるんじゃないかなと思いますし、自分の失敗談を成功談に変えていくといいますかね。マトリックスアフィリエイトで、100万円近くなんだかんだでやられてしまったと。そしてマトリックスアフィリエイトを運営してる人も販売してる人も逃げてしまった。だけどもそうやって逃げられて困ってる人をまとめて、きちんと自分の塾にね、誘導して収益を上げるということは別に誰でもできるわけですよ。それをたまたま私がしつこくやって、しつこく成功させたということだけであって、別に他の人はそれをやってもよかったんですけどね。結局なんだ、人の思考とか人の行動に依存してる人ってのは永遠にそこから抜け出せないんで、もう常にね、回答ってのは外側ではなくて自分の内側にあるってことですよね。きっとそこまで行くことが寛容なんだなと思いますし、そこまで行くためにはしつこくやらなければならないんではないかなと思うんですけどね。それでは行ってらっしゃい。